はい、本日はですね、ダウンジャケットの天然のダウンと人工のダウンの違いについてお話していきたいなというふうに思います。よくですね、この時期ってダウンジャケットよく洋服屋って売ってると思うんですけど、中にはなんか見たことないタグのやつがあったり、これ人工のダウンとかって言われてもあまりピンとこうへん人って、いらっしゃるんかなと思って、天然のダウンと人工のダウンがどう違うんかっていうのは、この動画でお話していきたいなというふうに思うんですけども、まずですね、天然のダウンっていうのは生き物の毛を使ってて、人工のダウンっていうのは人間が作り出した化学繊維で作り出したものっていうのが決定的な違いなんですけど、具体的に言うと、その鳥も陸の鳥っていうのは毛がないので、陸の鳥はちょっと使えないんですけど、水鳥に関してはこのお腹のとこというか首のとこというか、人間で言うとどこになるかわからないですけど、そこに毛が、暖かい毛が、羽毛があるんですけど、その毛を使って保温してるっていうのが天然のダウンジャケットになってて、それがグースっていうガチョウの毛なのか、ダックっていうアヒルの毛なのかっていうのを使ってるっていうのが、一般的なダウンジャケットになってるんですけども、逆に人工のダウンジャケットっていうのは、石油とか、天然ガスとかいろんな化学技術を用いて、似たような細い糸を作ってるんですけど、こんな感じでダウンジャケットと多分見てもパッと見分からんぐらい似つかせて作ってるっていう感じになってて、人工のダウンの有名なところで言ったらプリマロフトとか、あとクライマシールドとか、あと高電子とかエアコンダウンとかいうふうに、他にもいろいろあるんですけど、こんな感じでいろんな会社が中綿の繊維を作り出してはいてるんですけども、これから先もどんどん技術が発達してできてくるとは思うんですけど、今現在はこんな感じで、いろんなブランドが中綿を作ってるっていうことになってて、まずメリットデメリットを見ていきたいなというふうに思うんですけど、天然のダウンのメリット、さっき言った水鳥ですね、水鳥のダウンのメリットっていうのが、まず軽いっていうのと暖かいっていうところになってて、水鳥自体が寒い地域に住んだりとかしていることが多いんですけど、だいたいマイナス何度とかでも、裸というか毛だけまとって生きてるので、その毛があったかくないと動物も生きていけないっていうことで、ここに毛が、暖かい毛があるっていうところになってるんですけど、このダウンに関しては天然のダウンってどうしてもメリットがあればデメリットも、あるんですけど、デメリットっていうのはまず一つ目が水に弱いっていうところになってて、やっぱり濡れちゃったりすると、僕前回の動画でもちらっと言ってるんですけど、ちょっとでも濡れると傘高って一気になくなっちゃったりして、傘高がなくなるとどうなるかって言ったら、このふわふわの綿の間に自分の暖かい空気が入っていってブロックする感じなんですけど、傘高が潰れちゃうとペチャンってなっちゃうので、寒いっていうことになるので、水に弱かったりとか、あとは、クローゼットとかにずっと入れっぱなしにしとったりしたら、ちょっとカビが生えたりとかするっていうことがあって、少し取り扱いが難しいところもあるんかなっていうのと、もう一つは、天然の生き物なので、その都市とかその場所によって、生産が異なってくるということなので、一定の生産量で出せない、作れないっていうところも、少しデメリットかなというふうに思ってて、ダウンジャケットのためだけに水鳥が捕獲されてるわけじゃなくて、あくまでダウンジャケットにするのは副産物として考えられてて、メインは食用として取られているので、例えばダック、アヒルであれば北京ダックとかに使われたりとか、あとグース、ガチョウであれば内臓のフォアグラをメインに使われてたりとかする副産物として、ダウンジャケットのダウンが使われてるっていうことになってるので、毎年毎年ダウンのために毛を抜いてるっていうわけじゃなくて、食用の副産物として取られてたりとか、あとそれ以外にも気候とか温度とか、環境によっても成長度って変わってきたりするので、生産数が一定じゃないっていうのも、少しデメリットかなというふうには思うんですが、逆に化学繊維、人工のダウンは、どういうところがいいんかっていうと、天然のダウンの悪いところが全て補われてるっていうことになってるんですけど、天然のダウンで言ったらさっき言った水、あとカビとか、あと生産数ばらつくっていうのがあると思うんですけど、これ人工のダウンなのでそれが全部強いっていうことで、水にも強いですし、水に濡れても全然ぺしゃんこになったりしないっていうのもありますし、あと生き物から取った毛ではないので、カビが生えたりしないっていうのもありますし、でなおかつ生産は人間が作り出しているので、ある一定で作れたり、その生産を上下するのは人間の自由でできるっていうところになってるんですけど、その最初に言った水に強いっていうのがこれ一番の特徴かなというふうに思うんですけど、なんで水に強いんかっていうと、元々の材料っていうのがポリエステル
っていう材料を使われてるんですけど、あのペットボトルとかで使われる材料になるんですけど、そのポリエステルを使ってるっていうことで、ポリエステルっていうのは、今回の人工のダウンについて話をするなら、水を吸わないっていうのが特徴的な繊維になってるんですけど、なんで水を吸わないんかっていうと、そのさっきも言ったみたいに人間が科学的に作ってるので形をきれいに作れるんですけど、きれいに繊維が丸くなってるので水が入る余地がないっていうことになってて、それ例えばあの分かりやすく言うとガラスとかが分かりやすいかなと思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗なガラスと傷だらけのガラス2枚並べて、綺麗なガラスの方に水を垂らすと、しっかり水って浮いてると思うんですけど、傷だらけのガラスの方に水ポンって落とすと傷の中に水が入り込んでベチャーってしちゃうと思うんですけど、全くそれと同じような感じで、ポリエステルの繊維って断面図ピタンって切ったらめちゃくちゃ綺麗に丸になってるので、その水を綺麗に弾くっていうのが特徴になってるので、今回あの人工のダウンとして使われてても水をほとんど吸収しないっていうことになってて、研究データによれば実際水に濡らしても 98% 保温力は変わらんかったっていうデータが出てるぐらいなので、それぐらい水に強いっていうのが、ダウンにはないところかなというふうに思います。で、デメリットが保温力が天然のダウンより少し劣るっていうところが、デメリットかなというふうに思うんですが、それ以外 の, あの天然のダウンのデメリットとかは全部カバーしてるんですけど、唯一保温力とかに関しては少し劣っちゃうので、保温力を上げようと思って人工のダウンめちゃくちゃ投入しちゃうと次重くなっちゃうので、そういう部分に関してはあの保温力であったりとか、あと軽さを求めてはる方っていうのは、天然のダウンの方がいいんじゃないかなというふうには思うんですけども、安定して濡れても保温力を一定に保ちたい場合であれば人工のダウンの方が圧倒的にいいかなとは思うんですけど、その辺も含めてあの一番最後の7番でお話していきたいなというふうに思うので、次は2番に行きたいなと思います。で、ここからですね、2番3番4番は天然のダウンのお話で、5番6番が人工のダウンのお話をして、最後7番に、どんな人におすすめなんかっていうお話をしていきたいなというふうに思うんですが、まず2番の天然ダウンの歴史についてお話していきたいなと思います。天然のダウンはですね、一応商品化されたっていうのは1936年に発案されて商品化されていったっていう流れになってて、エディ・バウアーっていう人なんですけど、このおじいちゃんなんですけど、これは作った当初はおじいちゃんじゃなくて多分おじさんぐらいやったと思うんですけど、これはもう晩年の写真になってるんですけど、この人が初めてダウンジャケットを製品化世に出して一般に向けて販売していったっていうことになってて、実はそれまでにも軍隊とか登山の人とかには使われてたらしいんですけど、あくまでそれは特殊な人たちに向けて作ってただけであって、一般に向けては作られてなかったっていうことになってるんですが、このエディ・バウアーっていう人が、当時36歳7歳ぐらいの時に、これは以前もお話しした話なんですけど、友達と一緒にアメリカのシアトルっていうところに釣りをしに行って、その釣りの時にあまりにも寒すぎて、当時ダウンジャケット着てなくて寒すぎて、雨に濡れるわ、雪も降ってくるわ、寒いわっていうので、投資仕掛けたっていうエピソードがあるんですけど、それによってどうにかして暖かく過ごされへんかなっていうのを考えに考え抜いた、当時のエディ・バウアーが発案したのがこのダウンジャケットっていうことになってて、ヒントは何かっていうと、エディ・バウアーのおじさんっていう人がもともとロシアの兵隊さんやったっていうところがきっかけで、ロシアってやっぱり寒い地域なので、普通の格好だけじゃ寒いので、軍隊の制服の中にそのダウンジャケットみたいなものを着てたっていう話をエディ・バウアーは昔からおじさんに聞かされてて、あ、そういやおじさんそんなこと言ってたなっていうのを思い出して作ったっていうことになってるらしいんですけど、結構洋服って戦争とかの軍隊の服とかっていうのがルーツって結構多くて、これも同じで、ロシアのコサック兵の服をモチーフに作られたのがこのエディ・バウアーのダウンジャケットということになってるようです。で、ちなみにですね、ダウンって結構産地があって、ここやったらいい、ここやったら悪い、悪いっていうのはあるかもしれないですけど、いいっていうのがあったりするんですけど、ちなみにそれがどういうところかって言ったら、例えば中国であったりとか、あとロシアであったり、フランスであったり、ポーランドであったり、ハンガリーであったり、チェコであったりっていう、結構世界各地で水鳥が飼育されててダウンが取れるっていうのがあったりするんですけど、それ全部見てもらったら分かるんですけど、結構有名な地域って北海道より緯度の高い地域で作られてたりしてて、やっぱり良質なダウンを作ろうと思うと、ある程度の寒暖の差っていうのは必要になってくるみたいで、暖かいところやと毛が育たないみたいで、寒いところに行けば行くほど体を守ろうとして毛が育っていく、保温力が高いっていうことになってるらしいんですけど、一般的に良質なダウンっていうのはどんなダウンなんかっていうと、ガチョウにしてもアヒルにしてもそうなんですけど、体の大きい水鳥っていうのは比較的その毛も
育ってるっていうことなんで品質が高いっていうことになってて、まあ、その中でも国で言うならハンガリーとかポーランドっていうのはもうめちゃくちゃダウンジャケットで有名なんですけど、まあ、なんでこれが有名なんかっていうと国全体が応援してるので、まあ、支援したりとかしてその広い農地を持ったりとか飼育とかにも力を入れたりとかしてるので必然的にすくすく育ったグースであったりダックが取れるっていうことになってるので品質が高い品質が多いっていうことになってて、もちろん中国でも高い品質のものもあったりしますし、まあ、フランスでも高いものもあったりチェコでも品質が高いものってあるんですけど、ハンガリーポーランドに関しては全体的な品質が高い、全体的に体が育ってるものが多いっていうことになってて、まあ一般的にはハンガリーとかポーランドがいいよねって言われてるんですけど、別に、まあ、ハンガリーとかポーランドに負けないぐらい良質なダウンを作ってる中国産のダウンがあったりとかもするらしいんですけど、なのであんまり一概に原産地だけでどこのダウンがいいっていうのは、まあ、ないんですけど、安定した品質を出すっていうのはハンガリーポーランドは安定した品質を出すっていうところからよく言われるようです。でまあこれもまあ余談なんですけど、飼育期間っていうのも結構大事らしくて、やっぱり冬を越した水鳥っていうのはやっぱり冬寒かったんで、その分毛がいっぱい伸びてきて春先ってあったかい毛が伸びてる状態でその状態が良かったりとか、あとその地域によっても気象状況ってマイナス10度、マイナス20度ぐらいまで下がる場所がやっぱり毛が育ちやすかったりとかするらしいので、まあ、そんなんとかも、まあ、環境面とかも重要らしいんですけど、まあ、ただ難しいのが2005年とかは鳥インフルエンザとか流行ったりした年らしくて、やっぱそういう時とかってなかなか食用としてもそうですし、ダウンジャケットを作るようとしてももう鳥を供給できないっていうことになるらしいので、まあ、その辺はなかなか苦労かかるみたいなんですけど、まあ、そうやってダウンが作られていってるというようです。まあ、ちなみに先ほど言った国以外にも台湾とかでも作られたりはするんですけど、まあ、残念ながら日本ではほぼ生産率は 0% に近いぐらいっていうことになってて、ほぼほぼ 100% 近く海外からのダウンを輸入してるっていうのが日本の今の現状のようです。4つ目がですね、グルーダウン問題っていうところなんですけど、このグルーダウン問題っていうのは何かって言ったら国際羽毛協会っていうのがあるらしくて、まあ、そこでいろんな取り決めがあるらしいんですけど、その国際羽毛協会で、まあ、安全なダウンを世界中の人に渡していこうっていう取り組みがあるらしいんですけど、ダウンって先ほど言ったみたいに水鳥なのでやっぱりホコリもあればダニもあるしっていうことになってるんですけど、まあ、それをきれいにしてしっかりゴミとか生き物がない状態にして製品化していこうっていう取り組みがあるんですけど、まあ、それをですねかいくぐって裏ルートか何かわからないですけどかいくぐっていってすごい低品質なものを出していくのがグルーダウン問題って言ってあるんですけど、まあ、これがまあ結構問題視されてたりしてて、それこそひどい例であったら、まあ、ニュースとかにもなったらしいんですけど、原産国を書き換えてフランス産って書いてて実はでもそれ全然違う国のダウンやったりとか、まあ、水鳥で生まれてから40日以内の水鳥とかやったら結構その未熟なまだ大きくなりきれてないけど一応もうダウンを取っちゃう、食用として捕獲されてダウンも取られるっていうことがあるんですけど、やっぱりそういう未熟な毛が育てない水鳥の毛って除去が甘いことがあったりとかしてて、もちろん外側は綺麗になるんですけど内側とか中の方にまだダニがおったりとかするっていうことがあるらしいので、それを除去するのって手間が何回もかかるんですけど、まあそれがめんどくさい業者とかはもう簡単にスルーさせて、まあ一般に下ろしていくってことになってたりとか、あと薬を山のようにかけて、まあ、製品化したりするっていうのが、まあ、問題として、まあ、あったらしいんですが、まあ、一般的に売られてる、まあ、日本国内とかで売られてるものに関してはまあ問題ないと思うんですけど、極端に安かったりとか極端にあれこれなんかちゃうなとかダウンがなんかぺちゃんこやなとかって思ったりしたらちょっと怪しいんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まあ、実際そんな問題も現実に起こってたりとかしてるみたいで、まあ、気をつけてくださいみたいななんか一文が書いてあったので一応ここでお話しておきたいなと思います。で5つ目がですね、人口のダウンの歴史になってるんですけど、まあ、これは先ほど言った天然のダウンが1930年とか、まあ、もう少し前からあったりした部分になるんですけど、人口のダウンに関しては1900後半にできたっていう感じになってて、例えば有名なところのプリマロフトっていうのは人口のダウンの名前になってるんですけど、まあ、それはもともとアメリカ軍の制服としてある企業に作らせたっていうことになってて、まあ、それが始まりでゆくゆくは一般化されていくんですけど、まあ、一般に販売された、まあ、1989年の LL ビーンっていう会社が一般に向けて、まあ、販売したっていうことになってて、まあ、勝手なイメージではやっぱそういうハイテク系ってノースですとかパタゴニアなんかなと思ったら意外と LL ビーンなんやっていうふうに思ったんですけど、まあ、その LL ビーンが、まあ、一般に向けて販売しだしたのが初めっていうことになってるので、まだ歴史としては
は30年ぐらいの歴史になってるんですが、やっぱり天然の方が歴史は長いんですが、まあ、人工の方に関してはもうどんどん新しいのが出てきてるので、まあ、ここから先もどんどん、まあ、いい人工のダウンが、まあ、おそらく出てくるんじゃないかなというふうに思います。6つ目がですね、人工のダウンのいいところっていうところになってるんですけど、まあ、人工のダウンっていうのがもともとさっき言ったみたいにポリエステルやったっていう話は一番最初に言ったんですけど、そのポリエステルをめちゃくちゃ細くしたのがこの人工のダウンっていうことになってて、やっぱり細い糸っていうのはしなやかになってるんですけど、そのしなやかなので着ててゴワゴワしたりするって、ポリエステルってどうしてもゴワゴワするんちゃうんって思いがちなんですけど、それを極限まで細くしてるので動きやすいっていうのをまあ、特徴的であったりとか、あと加工しなくていい、洗浄したりとかその綺麗にしたりする必要なくて、工場で作った状態がもう完成っていうことになってるんですけど、天然のダウンに関してはその水鳥から取ってもさらに綺麗に除去したりとか、ほんまに製品として使えるぐらいまで綺麗かチェックしたりとか、いろんなことをした上で製品化するんですけど、この人工のダウンに関してはもう作ったらしまいっていうことになってるので、まあその辺がまあいいところかなというふうには思うんですが、まあ、具体的にその糸を細くすることがどれぐらい柔らかいのかって言ったら、まあ、イメージしてもらったら分かると思うんですけど、よくトートバッグでキャンバス地のトートバッグとかってあると思うんですけど、ああいうのって結構ゴワゴワしてる硬いイメージってあると思うんですけど、逆にシルクのニットとかって言われたらなんかツルンツルンしてるんかなって思ったりすると思うんですけど、それはなんでかって言ったら糸が細くて長いからってことなんですけど、それぐらいやっぱ糸の細さって大事で、糸が細いっていうだけで、あ、シルクのように柔らかくイメージ湧いてくるし、糸がぶっといって言われたらなんかキャンバスみたいにゴワゴワするんちゃうかって勝手なイメージあると思うんですけど、まあ、ポリエステルがこれ中綿に入ってるのまさにその通りで、糸を細くしたら動いてても全然そのゴワゴワしたりしづらいっていうことになってるので、まあ、この人工のダウンジャケットのいいところかなというふうに思います。で、まあ、最後の7つ目のどんな人におすすめなんかっていうところになってるんですけど、人工のダウンに関してはですね、特にその環境とか気候とか関係なく一定の保温力がずっとあるっていうことになってて、それこそ外で仕事する人とか、ずっと外でなんか運動したりとか完成したりする時に着るよってなれば、まあ、もしかしたら雨が降ってくるかもしれんし、雪が降るかもしれないと思うんですけど、まあ、そういう状態でも着てても保温力は全然下がらないですし、あと取り扱いも楽なので、例えば夏場とかやったらクローゼットの中にポンって掘り込んどいたり、あと畳んでてもシワになりにくいので、まあ、そういう部分では取り扱いも楽やし、でなおかつ、まあ、保温力も下がらない。で、まあ、もしかしたらその動物愛護的なことを考えてはる人とかやったら、その動物から取ってるんじゃないので、まあ、環境的にはまあ、いいんかなっていうのが、まあ、人工のダウンに向いてる人かなと思うんですけど、あくまで保温力を求めたい人とかやったら天然のダウンジャケットの方が保温力は高かったりする部分はあるんかなというふうに思うんですけど、まあ、最近やったら天然のダウンジャケットに関しても外側に防水の生地を使用したりとか、あとまあシームレスダウンとかって言って縫い目のないダウンがあったりとか、結構そういうのは工夫されて、ダウンが濡れないよう濡れないように工夫されてるのもあったりはするので、雨とかのことを考えてらっしゃる方がいらっしゃるんやったら、天然のダウンでも防水のダウンジャケットっていうのはまあ一応あるんかなというふうに思うんですけど、まあ、どっちにしても取り扱いはまあ、少し難しいっていうのはあったりするので、まあ、そういう部分がまあ、自分がどっちなんかっていうところになるとは思うんですけど、まあ、外でずっと活動して取り扱いもめんどくさいし、ポンって掘り投げときたいんやったら人工のダウンの方がいいと思いますし、まあ、逆に、まあ、手入れはしっかりするから、まあ、保温力が欲しいっていう人は天然のダウンジャケット でなおかつ外に出る機会が多いんやったら天然のダウンジャケットの防水の生地のやつを選んだ方がいいんじゃないかなっていうのが、まあ、今回この人工のダウンと天然のダウンの、まあ、どんな人が向いてるのかなっていうところのお話でした。はい、ということでですね、まあ、これは人工のダウンと天然のダウンについて、まあ、さらっとお話しさせてもらったんですけど、もっといろいろお話したいこと山ほどあったんですけど、まあ、ちょっと入りきらなかったんで、もう一旦はまあこんな感じで、まあ、これが触りというか簡単な導入部分の、まあ、人工のダウンってあこんなんなんやとか、天然のダウンってあそんな感じなんやっていうのを、まあ、分かってもらえたらいいんかなというふうには思うので、まあ、今回はこの辺で終わりたいなというふうに思います。はい、ということでですね、本日は天然のダウンと人工のダウンについて話してみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。